皆様ごきげんよう、案内人のワンダーです。今回はジョセフさんが火曜日恒例の予言とは別に配信した、6月の Q&A の5回目をご紹介します。2024年6月の Q&A。 オーストラリアで住宅の不足と価格の高騰による住宅危機が起こりますか？今後住宅価格が低迷するのか下落するのか、それともバカみたいに暴騰するのか論争が起こっています。生活危機と食費の高騰をめぐる論争も起こっています。一つの質問に随分たくさんの事柄が入っていますね。食べ物ではなく住宅問題に焦点を当てましょう。食に関する問題は私が前からずっと警告している通り世界中至るところで起こっています。スピリットが何年にもわたって食物を蓄えるよう警告してきました。品物によってはすでに不足が出始めました。砂糖の不足が起こります。ですから砂糖を使った食品がすべて値上がりします。トウモロコシは干ばつの影響ですでに不足が出ています。ですから砂糖だけでなくトウモロコシの値上がりも予測されます。これは2年前にスピリットが言っていました。また値上がるのです。それだけでなく小麦粉も値上がります。ですから小麦でできたパンやもろもろの食品が値上がります。これは世界中至るところで起こります。中国のようなところでは米不足が起こります。中国から輸入される米を食べるなと今スピリットが言いました。なぜだか知りません。でも中国製の米は食べたらいけないと言っています。バッテンが見えます。危険物という意味ですね。毒だから食べるなと言っています。はっきりとした理由は言われていません。私がそこから感じているのはその米はまがいものだということです。米ではなくプラスチックであり、米を食べていると思わせて実はそれはプラスチックだということです。フェイクの米です。ですから注意してください。スピリットが警告しています。まがいものの米に関する情報が入ってくるでしょう。気をつけてください。国によっては輸入が禁止されるようです。そんなお米いりませんよね。今日本が浮かんできました。中国から問題の米を輸入する最初の国になるという意味でしょうか。そして日本が抗議しています。興味深いことです。オーストラリアの住宅の話から食物に話がそれました。住宅危機はすでに至るところで起こっているとスピリットは言っています。争いが起こった地域やいろいろな地域から都市部へ人々を押し込めているからこのようになっているのです。限られた都市部で人口過多が生じているのです。これが今起こっている状態だとスピリットが見せてくれています。ですからアメリカも含めた都市部で住宅危機が起こるのです。オーストラリアに住む人々はもうこれに黙ってはいられません。日本でも黙ってはいられません。ですからこれによって次の2年の間に住宅事情に大きなことが起こるのです。人々は住宅危機に際して立ち上がります。スピリットが悔いを持った印を見せてくれました。これはオーストラリアで、日本で現れます。人々は本当に怒っているのです。前述しましたが自国民ではなく外からやってきた人々が必死になっている自分たちをよそに優遇されて家を与えられているのを黙って見てはいられないのです。彼らはどこに行くこともできません。高すぎるのです。物件の価格が高すぎるのです。スピリットは高すぎるという言葉をそのまま使って言っています。住宅問題に関してはこれが引き金となるでしょう。家を買うためには大金を持っていなければならないのです。これは世界中で起こる問題です。インドのある地域でも起こるでしょう。少し話題からそれますがスピリットがインドで発生する大火事を今私に見せてくれました。先ほど山火事について話しましたが少しデジャブのような感覚があります。これは前にも言ったことでしょうか。大きな火事がインドの低所得者の住む地域で起こり家が焼失してしまいます。それによって命を落とす人もたくさんいます。
その大火事は住宅事情にも大きな影響を与えます。スピリットが私に今見せてくれているのは日本です。そしてオーストラリアの一部です。新しい住宅が現れます。靴箱のような形ですが実際に中は素敵な住宅です。外装は靴箱のようではあるのですがいい住宅です。玄関にガラスが使われています。この特別な住宅はお手頃な価格でもちろんあなたも購入することはできますが、これは政府が強い必要性によって介入し提供する住宅だそうです。私たちアメリカは全く事情が違います。連邦緊急事態管理庁 FEMA がトラックに毒性のある化学物質を持ってきてばらまくのです。ハリケーンカトリーナの被害者はそのために多くの疾病、発疹などのアレルギー反応を起こしています。これはすべてカトリーナの後彼らが運んできたトラックの中にあった毒性の高い化学物質によるものです。それとは打って変わってこの住宅は地球にも優しく小さな建物で小さなキッチンも見えます。これは日本から始まるのではないかと思います。オーストラリアも似たような住宅対策を立てると見ています。アウトバックの中の住宅、小さな規模の町に積み重なったような住宅です。特に日本では山側に積み重なったように建てられます。それがたくさんあって突出したように見えるのですが整然と並んでいます。ここでスピリットが言っているのは、そのようなものだけれど何か大きなことがそれと共に起こると言っています。人々の抗議の声が大きく政府が取り組まなければならなくなるようです。タイムラインの分岐点まであとどれくらいでしょうか。そしてこの異なる違った世界が完璧に分かれた状態を生む出来事はいつ起きるのでしょうか。人々が亡くなったり、異なるタイムラインにシフトしていったり、自然災害にあったりするのですか。随分盛りだくさんの質問ですね。あとどれくらい。というか私たちはもうその分岐点に来ています。もうすでに私たちはそのタイムラインにいます。多くの人々がここからあそこへ突然にシフトすると思っているようですが違います。もう私たちは次元的にシフトしているのです。もちろんあなたの知り合いが突然どこかに行ってしまったような時期を体験するかもしれません。聖書でも言われていたことです。すべての人々がこの惑星からいなくなると言っていた話です。世紀末的出来事に関して言えばもう私たちはそれを目撃しているのです。自然災害について、人工災害について、EMF エネルギーなど、特に津波や地震について、太陽の両極性について、こういったものはもうすべて始まっています。21世紀に入ってからすぐに始まっているのです。そして2012年を迎えた時に完全に火蓋は切って落とされたのです。私たちはその中にいて勝利を勝ち取ろうとしているのです。私たちは勝ち取って最終的に生存者として生き残るのです。しかしながらスピリットは少し前に言っていました。たくさんの人がここから去っていくのです。それは一つの過程であってたくさんの人々がこの地球に来て、大きなイベントが起こる前に人生の学びを体験してこの世を去るということが決まっているのです。この惑星地球で大きなシフトが起こっているのです。その大きな変化を私たちは2025年から2032年の間に目撃することになるでしょう。2025年に始まるのですが去年大きな地震がトルコで起こりました。それだけでなくいろいろなところで地震が発生し甚大な被害を受けています。それによって1万人以上の死者が出ているのです。ですから私たちはその時代にいるのです。そして2025年は大きなシフトへの始まりとなるのです。その時大地震がアメリカ合衆国を襲うでしょう。その他にも今まで私たちが見たことのないところで地震が起きるでしょう。2020年代が終わる2029年には何か大きなことが起こるでしょう。空に注目するようにとスピリットは言っています。それについては以前偉大なる浄化という動画を作成しているのでご覧ください。
それではホピ族の予言青いカチーナについて語っています。アポフィス彗星が地球に大接近します。それを私たちも肉眼で見ることができます。あまりに近くに来るので、それが空に青い星となって見えるのです。それがホピの予言で言われていることです。赤い星カチーナが現れた直後に青い星カチーナが夜空に出現すると、そして様々なことが地球で起こるのです。アポフィス彗星の名前は太古の破壊の神アポフィスから来ています。一体誰が名付けたのでしょうか。私は偶然などないと思っています。最初の接近では地球を通り過ぎた後、太陽をぐるりと回って7年後また地球へと戻ってくるのです。これはアポフィスが最初に現れてから7年後にまた接近するとなると、7年の観覧と合致します。ここでも偶然ではないと思っています。第一の接近は2029年4月13日の金曜日に起こります。でもここでお伝えしておきますが、これは私たちが心配したり恐怖におののくことではないのです。地球がどんな状況にあろうともこれは起こります。そしてこれは私たち一人一人が将来個人的に、もしくは家族や友人に何らかの形で影響を受けるのです。これが起こることによって私たちは学びを体験し、人類が一つにまとまることを覚えていてください。人々を目覚めさせるのは母なる地球以外にはありません。人々を揺り起こすのです。揺れて焼くのです。それが母なる地球がしようとしていることです。火曜日にバッファローについて話しました。ホピではなく、これはラコタ族の言い伝えで言われている白いバッファローです。白いバッファローが人類に警告を与えているのです。今すぐに環境破壊をやめるように。最初に白いバッファローが現れたのは1996年か1997年に遡ります。ラコタ族によると、それが人類への最終警告だそうです。ですから考えてみてください。イエローストーンや他の州で現れたこの全ての白いバッファローたちを私は警告だとは思っていません。これで時計の針を元に戻すことはできません。これは予言で言っている過程の一部なのです。かといってそれを心配してたり恐れを抱いてはいけません。一日一日人生を祝福して学びの体験を楽しんでください。私たちはここに学びに来ているのです。そしてただ何が起きるか知っていてください。それが起こった時に慌てなくて済むのですから。そう、驚かなくて済むのです。怖がるのではなく準備してください。いかがでしょうか。都知事選でも話題の候補者は東京の人口過多を解消すると言っていましたが、ボールさんも東京を離れたのは人口過多の都市に起こった災害で脆弱性を目の当たりにしたからだそうです。こちらで配信できないお話や審査に落ちて配信できなかった動画などはメディアブルで配信中です。概要欄にリンクがありますので、ぜひ一度訪れてみてください。今回の動画気に入っていただけたら、チャンネル登録、グッドボタン、コメントいただけたら励みになります。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。